よろしくお願いいたします、えーと。人間文化研究機構、国立歴史民俗博物館の後藤でございます。えー、とこれから大体35分ぐらいですかね、えーと、ディスカッションの方をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、とお二人からですね、それぞれの、えー、と機関の特徴に基づいたような形のデータ公開のあり方というのをお話をいただいたかなというふうに思っております。でえー、とまずちょっと私の方で本当に、えー、とごくごくごく簡単にというかお話を伺いながら、 止めたところ一瞬だけちょっと画面、本当にもう真っ白な、えーと、真っ白なと言いますか、そのまま。 あの雑なスライドで恐縮ですけれども、はいえー、とまずですね、あそれから、えー、ともしですね、あのそれぞれ、えー、と中村さん、斉藤さんの方にえっ、ー、に何かご質問等があればですね、あのもしくはジャパンサーチの方にえっ、ー、にご質問等があれば、えーと、チャットで全員向けのチャット、あるいは、えー、Q&A の機能ございますので、そちらの方でお願いできればと思います。あそれで出していただけると、私の方であで確認をいたしまして、そのままチャットでお答えいただくものもあるかと思いますし、また、えーとまあ、あの特に大事そうなものであるとか、そういうもの ものはえっ、ー、とあの音声であの議論の方にしていただければというふうに思います。で、はいではよろしくお願いいたします。で、えっ、ー、と二人の話を聞まあ、聞いていてということにはなるんですけどまあ、そもそもやっぱりですね、あのジャパンサスタートつながるっていうのはまあ何が嬉しいのかっていうことを、まあ、まあまあもちろんあの テーマがそうなので、そのようなお話をいただいたわけなんですけども、やはりちょっと少しまとめてみると、特に斉藤さんの方はまとめるというか、非常に分かりやすくメッセージを発信いただいたので、それをもう一遍復習するだけということにはなりますけれども、メタデータの流通によるファインダビリティの向上というのは一番大きいだろうというのが、斉藤さんの説明だったというふうに思っております。同時にに私自身が一番気な 気になってというかですね実はポイントになるのはファインダビリティという言い方をしてますけどもあのどちらかというとあのがいわゆるその 1> 1機関が、えー、と公開していいるデジタルアーカイブというとうころから全体の、まあ、デジタルアーカイブポータルにつながることによって、それも、えっと、いわば学術機関が明確にやっているようなそのデ,ジタルあのデジタルアーカイブ展開というところから、ジャパンサーチというのは、あの他のさまざ、あ、まな、えー、と文化的な機関との連携、まあ、それとも合わせたポータルサイトということになっておりますので、えー、と想定するユーザー像みたいなのがおそらく変わるんだろうなというふうに思います。学、まあ、学内から学外へ とということも当然あるんですけれども、まあ、ウェブですので、本来であればどこからでも見られるわけなんですけれども、それでもやっぱり、えー、と現実的には、ですねあの、まあ、そのサイトに行って検索をするという行為と、あの何でもとりあえず全部探せるというところでは大きく違いがあるということになると思います。で なので、まあ、学内から学外へということもありますし、当然、えーとまあ、あの大学の図書館で検索するというときには、学術研究者というのが、やはり第一イメージとして、まあ、あのユーザー像として想定されるわけなんですけれども、ジャパンサーチというのは、もちろんそうではなくて、まあ、最初の、えー の説明にもあった通りですね、村田さんのご説明にもあった通り、す、え、べ、ー、ての人、まあ、あのそれはもう世界中のすべての人に対して開くようなデジタルアーカイブポータルなのだというのが、まあ、あの強く意識されているわけです。なので、むしろその点から言うと、えー、とユーザー像の、まあ、ボリュームという観点から見ると、むしろ研究者以外の人をそもあの想定するというようなことが考えられるかなというふうに思っております。まあ、そのあたりが一つポイントになって、今回、まあ、議論できているんだろうなという、あのまあ、お,お,お二人の話が、えー、されているんだろうな ととということとあとあの、特に中村さんの方のお話を聞いてて思ったのが、むしろ中の人が変わるというふうに書きましたけど、あのジャパンサーチのようなもので、明確にあのジャパンサーチで見てもらうっていう想定で、なんかデータを作っていくということになると、そのあたりのキュレーションの仕方みたいなのも、あの学内のもので作るとちょっと違うのかなというあたりは、少し意識をしたんですけれども、そのあたりがですね、まずは、 あの一つポイントになるかなというふうに思っております。で、あと、えっとまあ、ちょっと下の方は、えっと、最初にちょっと一瞬だけ時間があるかどうか分からないんでちょ、一瞬だけ触れておきますと、あと、えっとまあ、学術資源を、えっと、デジタルアーカイブとして出すことの意味というふうなところを考えたときに、一つ、あのちょっとあのポ,イポイントというかあの、実務的な部分でちょっと気になったのは、えっと、これは特に斉藤さんの方のポイントになるんですけどもあの、アイテムレベルでの公開になっていくんだというところで、これは、まあ、いわば、あの アーカイブ、の普通の情報発見から見ると実は逆なんですよね。本来であれば上から見ていくっていう構造になるわけで、ただ、えー、といきなりアイテムレベルにアクセスをしてしまうというような状況になるのを、まあ、デジタルアーカイブっていうのは大体普通アイテムレベルで全部あのアクセスできるような環境を作ることが多いので、まあ、そういうところのですね。一方で、あのこれが、えー、と実は、実は、まあ、そのアーカイバルリテラシーという観点と結構、あの 重要に絡んでくるなというのは、ちょっとお話を聞きながら思っておりました。あの、まあ、あの、あんまり、あの、私、別に今回はモデレーターだってコメンテーターじゃないんで、あんまりいっぱい喋ってもしょうがないんですけども、そのあたりはですね、あの。 つまり、えっと、アイテムでで見ただけでは実は実アーカイブズは本質的には情報は全部わからないわけで、他のものと文脈があって見ることができるって言うんだけど、いきなりアイテムに、デ,データベースってだいたいそう,そういうところがあるので、まああの、いきなりアイテムに行ってしまって、アイテムの情報だけを得るということ自体が、あのアーカイブズの目的から言うとちょっとずれちゃうよねというところはあるわけですよね。なので、あのそのあたりをちょっとどういうふうにあのうまく今後あの、整合性を取っていくのかというのは、ちょっとあるのかなというのは、少し 思った次第ですあと、えーとまあ、もう一つはですねあの、オープンサイエンスの文脈としてというふうに書きましたけどもあの、データの安定性というあたりをどう見ていくかというのも一つポイントになるかなと思っております。これは実はあの事前の打ち合わせでもちょっと議論になったところなんですけども。 えっと、おいわゆるアーカイブズとして機能していくということは、基本的には長く永続的にデータ、まあ、もちろんい一番大事なのは原資料を持ち続けるということなんですけども、それと合わせてデータを持ち続けるということも、多分セットになってくると思います。で、そういう時にですね、ジャパンサーチみたいあの,のポータルとの、まあ、関係というか、ちょっとあの例えばあの、これは。 えと本体の方の,の,の URL が変わったときに、ジャパンサーチからアクセスがあの続けられることのメリットみたいなのが実はあるのかどうかとか、むしろ逆もありますけども、ジャパンサーチが先ほど、中村さん最後にあのぜひ今後もよろしくお願いしますと言いましたけども、ジャパンサーチがまああのつまりポータルとしてどこまで続いていって、それとまあ現物との関係はどうなるかというのは、学術資源という観点から言うと、むしろ あの引用され続ける安定性みたいなのもセットになってくるので、そのあたりはちょっとポイントになるかなというふうに思ったというのが全体の構成です。で、ですみません、ちょっと、あで、えーまあ、その中で、えー、と私の方まず、えーと、2人にですね、もまあ、改めてあの少し確認,を確認というかあの、意見をいただきたいなと思ったのは、えーとまあ、何が嬉しいのかという、まあ、具体的なお話をちょっといただいたんですけども、あの当初ですね、連携するときに、えーとまあ、あのこういうことが、 で、きると嬉しいなという、あのまあ当初の想定みたいなのが、えっと、どういうものがあったのかというのと、その想定通りの結果として、今のようなあのあのこういう結果が生まれてきているのかということ、むしろそれから想定外の,あのメリットみたいなのがあったのかどうかというあたりについて、ちょっとあのコメントをいただければ嬉しいなと思ってますけれども、まずは斎藤さんの方からよろしいですかね。はい はい、ありがとうございます。あの、わかりやすくまとめていただいて、なんか頭が整理されました。えっと、連携したメリットは、当初は、まあ、ギャラリーを作って、あの、我々が作った目録のうち、見どころを紹介するっていうのが目的だったんですね。で、それでギャラリーを作ったんですけども、で、それで目的は達成されたわけですけども、で、その際に、あの、 国立国交図書館の方が、担当の方々とやり取りしていく中で、渡したメタデータってかなり加工されて、すごく検索性を高めてくれてるんだなってことが分かって、まず私自身がそれが分かったっていうことがすごく集約核で、で、えっと、こちらのけんデータベースで検索した場合と、ジャパンサーチで検索した場合で、こういうルートで福井先生の資料が見つかったらいいなって思ってるもののいくつかは、 えっと、ジャパンサーチの方でしかたどり着けないみたいなものがいくつかあったんですね。なので、えっと、であれば、割とメタデータもっと積極的に渡していった方がいいかなみたいな、そういう発見があったっていうことが想定外の、まあ、メリットというか、発見というか、今後の,あの連携の可能性につながるところだなというところですね、はい。ありがとうございます。中村さんの方いかがでしょうか。あたりは えー、と連携の当初の想定というか、あのもう本当にえー、多分担当者の多くの人が、えー、自分のところだけで出していても、そんなに見られないっていうような、えー、危惧感というか、不安みたいなものがあったので、えー、とにかく、まあ、ジャパンサーチと連携させてもらえるんだったら、こんなありがたい話はないというような。 感じだったと思います、えー、とそれに反対することも危惧するようなこともなくこれで間口がまた、えー、と一つでも広がるんだとしたら、えー、とそれはすごく大事なことだしぜひやりたいというような感じでした、うんうん、想定外のメリットということはないんですけれどもあの今日ギャラリーの話を、えー、とたくさんしましたがギャラリーも最初から、えー、と使おうという感じではなくえっ、ー、と その大外展示の時にちょっとどうしようもなくなって、あギャラリー使えるかもというようなところから始まって、うん、使ってみたら本当に結構、えー、と便利だし、えーと、いろんな人に見てもらえたっていうところが、えーと、想定外といえば想定外だったかと思います。はい。ありがとうございます。特に、えっと、最初の,、えっと、あの中村さんの方のところから、まず、えっと、なんですけども、あの 当初からまああのジャパンサーチのギャラリーを使おうということにはなったとは思うんですけども、ただ、あのー、それまでのえっと展示とジャパンサーチの展示で何かこうあの変化というかやり方の変化、もちろん作業が全然違うので、それ自体は全部違うんですけども、ただなんかこうキュレーションの仕方の変化とか、そういうところというのは何か思ったりしたところってありましたかそうですねやっぱり、えーっとそ おそらくそれ以前の、えー、と展示会で電子展示を作ろうといった時は、えー、とそのリアルに出しているものをそのまま、えー、とただウェブに載せるっていうところだったと思います。で今回も、えー、と大買い展示の時も基本はそれだったんですけれども、えー、いろいろ操作をしていくうちにあれジャパンサーチ上のコンテンツが、えー、とこんなに検索できてこんなに簡単にワンクリックで、うん 取り込めるんだっていうところで、じゃあこれが並べられるねとか、えー、とこういう見せ方ができるんだったらこういう資料がないかなって自分たちから探しに行くとかやっぱりそこのなんか大きなジャパンサーチという、えー、といろいろなものが入ってる箱の中で電子展示を作って。 出たたっっていいうのが、えー、と大きかったかなと思いますそれまでについては、えー、ともちろんあの普通のウェブサイトでもできることではあるんですけれども、積極的に他のものとっていうところまでは意識がいってなかったように思います。 そうですたぶん、ついでにもう一つですけども、ほ、えっと、の、えー、と機関の、えーと、ちょっとごめんなさい,いやあの、しっかり事前に見てればよかったんですけども、ほの他の,、えー、他の機関のものをあの積極的に取り入れるとかっていうところは考えられましたか、ジャパンサーチを使ってるということになると、その辺はどうですかね。そうですねあの構築過程で、うんえと、それの面白さに気がついたっていう感じです。 えっと最初からそれをすごく狙ってジャパンギャラリーをえーと使い始めたわけではないんですけれども作業を進めていくうちにあこれもあるこれ,これも、えっと、取り込んだら面白いこれ並べたら面白いんじゃないっていうような発見が担当者の中にあって、えーまあ、どんどんコンテンツが増えていくとかこれができるんだったらこういう見せ方ができるとかなんかそういうのをえと発見しながら作業を行ったっていう感じでした。 えっとはい、うんはいありがとううございますすそでね斉藤さんの方にも改めてちょっとお伺いですけども、もメタデータの,あの,あの,あのこれぐらいでも大丈夫かもしれないというか、どんどん出していこうみたいなあたりというのも、やっぱりそれは結構、あの他のこれまでの連携,とはやっぱ連携とはちょっと違うという感じだったですかね。その辺は あのちょっとす,すごいざっくりした質問の仕方で <laughs> 申し訳ないんですけど、はい。<laughs> えっと、そうですね、他のこれまでと比較っていう意味で言えば、連携ではないんですけども、例えば、あのー、人物の呼び名とか別名みたいなものって、自分たちでも辞書を作って運用するみたいなこと当然、まあ、やってたわけですけども、まあ、それ大変なんですよね。ねも,もちろんやるんですが、やるんですが、えーと、結局はそれってもっと大きな辞書に統合されていく。 でそれを返してもらうっていうのが論理的にはあのやりたい目的でそれどうやったらできるのかなってずっと思ってたんですよね。でアーカイブズの世界でもボトムアップ的にみんなで作って持ち寄って統合させるっていうプロジェクトがあるんですけどアメリカ中心なんでそれやろうとすると、まあ、あの夜中に作業しなきゃいけないとか。 あって、どうしたらいいのかなって思ってるときにで、きっと国会図書館とかとつながればいいんだろうなと思ってたんですけど、なかなかつながるきっかけがなくて、で今回のジャパンサーチは想定外のところでそういう話になっていったので,で、前から思ってたことがこれをきっかけになんかできるんじゃないかっていうところですごく夢というか、メリットを感じたっていうところですね。 はい、あの実際、我々もあの人間文化研究機構とか、企画でも辞書作り、辞書作りというか、あのやら、あの一部、まあそういう作業もやってますけど、まあ、本当大変なんですよね。でのま一、あ、方で、あのおまあ、あのそういうあたりを、あの私あの作業をするした上で、また公開していくのもかなり大変な作業だったりとかしていくので、そのあたりがですねまあ、あのこういうところでできるといいなというところはあるかなと思っています。 この辺のえっと辞書みたいなの、むしろあのフィードバックで手元にもらえるとかっていうのはあ,あったりしたことはありますか斉藤さんこの、まあ、そこまではいや、あの、辞書の結果というか、うん、はい、うん。そこまではなくてですね、なんかあんまりずうしくやると、うん、なんかあれかなと思いますね。<laughs> ちょっと様子を見ながらやって、うん、でもなんかその、公開図書館側も割とこう手探りみたいな感じで、でなんですけど、でも逆にやっぱり、 資料に近い側つまり我々は資料に当たれたり情報に近い側なのでその資料を持ってないとわからない情報っていうのは特になんか歓迎しますみたいなまあありがたい言葉をいただいたのでこれはなんかいい関係時間をかけるかかると思うんですけど結構その表題だけじゃなくて大学と国会図書館のいい関係が築けるんじゃないかなっていう予感は今してますね。うん なんかはいそういうところでもはいろいろできそうだし、むしろジャパンサーチ自体がそのポータルサイトというところからま、あまあ今はもう、先ほどのギャラリーなんかもそうだし、いろんな機能を持ってきて、一歩広がってはきてるんですけども、なんかそういうふうな、むしろあの具体的な、その各まああのユーザーだけではなくて、そのデータ、アーカイブ機関ですね、アーカイブ機関側へのメリットみたいなところで見えてくると、さらに今後、広がりみたいなのも出てくるかなと思いますし、今回、こういう場があって。 実際にジャパンサーチの担当の皆様が聞いてる、あのもちろんあの他の人もたくさん聞いてるわけですけども、あのきあのこういう場でそういうことを言っておくのは結構あの大,大事かもしれないですし、まあ、むしろそれをですね、あの他の女子だと、まあ、デジタルアーカイブというより本当にオープンサイエンスの図書館の関係の方多いと思いますけど、まあ、むしろだからこういうところのメリットをベースにいろいろとまたあの増えていくのがいいのかなというのは思いました。で、一方で、えーっとまあ、もう一つですね、あの、まあのま あの褒めてばっかりではおも面白くないといったあれですけども、あのまああのまあ、もう一、えっとそのあたりの、えっとまあ、ちょっと,、えっとそれぞれの課題みたいなところをです、ね、あのもうあったかと思います。えっと、特にあの、まあ、今後、ジャパンサーチが、えっと、特に、まあ、斉藤さんの,方のお話でおっと思ったのは、ジャパンサーチがさらに外に広げていく。あの というところをどういうふうに考えるかというところは、一つあるのかなと思っています。あのつまり、えっと、ジャパンサーチ当初作ったそところの想定だとあのいろんなところから情報が集まった行ま、行き止まりというか一番最、一番ポータルの終点なん終端、スタート地点なんですよねスタート。終点でもある、スタート地点でもある。でも、えっと、斉藤さんのお話ではおそらくそうではなくて、そこから先で、さらにそ,それが、あのこう こうもっと別のスタート地点からジャパンサーチを経由して入ってくるみたいなモデルがあの想定されてるんだろうなと思いますしデータ、メタデータの流通自体もなんかそういうふうなところに行くのかなということはちょっと思ったりもしていました。で、そらくそれは確かにあのそういうことはあり得るかなというふうな、あの実は結構重要なあのポイントかなというふうに思っておりますけども。え えとまあ、そういうふうな、えーと、むしろ外へに対する、えー、とデータの出し方みたいなところで、なんか今,今後の何かこう、いやあのね狙いみたいなものがあれば、むしろこれはジャパンサーチの担当者に聞いた方がいいかもしれないんですけども、NDL の、えー、とどなたからでもいいですけども、なんかそういう、今の斎藤さんが出されたような論,論点みたいなところって、何かこう、もちろん今ね、API 公開されてますけども、はい。あの 加えて何かこう、さらに広がる戦略みたいなのが、何か NDL に聞くのがいいのかどうか。あの かもわからないですけど、はい、はい、まあとりあえずまずはいお願いします、はい今回、はい、NDD のセッョンのではいはいありがとうございます。はい、えー、国立国会図書館ではあのこのジャパンサーチの、えー、メタデータのうち、えー、まあ一部になるんですけどもあの RDF という、えー、形式に変換してまあ,あのジャパンサーチ利活用スキーマというふうに呼んでるんですけども、えー、そのような RDF の形にデータを変換して、えー、それをあのウィキデータえと、ー、にまああの提供しています。えー、そういった と,ところからあの、えー、辿って、えー、使っていただくというようなことも、えー、想定しておりまして、実際そのようなあの形で活用いただいている例もあるかと思います、えー。ちょっと今日のお話を伺って、まあ、さらに、えー、他に何かできることがないかということはあのこちらでもまあ,あの考えていきたいなとは思っていますが、まずはちょっとそのような形でデータを、えー、さらにあのまあ、構造化、正規化して、えー、外に出すということはあの今行っている と,いうところですので、あのそれをちょっと活用いただければというふうに思います。ありがとうございます。あのおそうか、えっとここあとかビキデータ出してるからまあはいそうですね。あのいやあのそういうふうなあのまあいわゆる知識辞書みたいなやつのデータセット公開とかっていうのもなんかあり得るのかなとかなんかそういうふうなところは一瞬ちらっと思ったりしたんですけどね。あまあはいあのまああのはい。あのまああのはい ちょっとこれはこあの個人的な感覚あの希望が出ただけですで、はい、とそうで、すねあのまたちょっとすみません、えっとなあの、中村さんの方からもまた改めて少しジャパンサーチのか課,課題みたいなの、スライドはいて、なんかそこではお話をいただいてたと思うので、もう少し改めて、はい、急できれば。 今回の資料を作るにあたって、まあ、担当者で、えー、と今後のジャパンサーチに期待することとか課題は何だろうねって話をしてたんですけれども、まあ、そこで挙げられた意見としては、1、えー、つの機関がまあ海外とつながるっていうのはなかなか難しいので、えー、とこのジャパンサーチがか海外との窓口になってくれて、えー、と私たちのこのメタデータが、えー、日本の外にも出ていたらなお良いんじゃないかっていう意見があったり。 えとまあ、あと、画像そのものを持たないっていう方針にはなってるんですけれども、もうここまで大きなポータルになってしまったので、何かその今後のものすごくデータをたくさん扱って、それを何か加工したり、それをで研究をするというようなデータの集積所になるような展開っていうのがもしあるのだとしたら、それはそれでなんか楽しいんじゃないかというような、えー、とちょっとことを言ったり。あとはあの まあこれスライドには書いてないんですけれども、えー、ジャパンサーチいろいろ検索をしたりギャラリーで検索をしたりするととにかくたくさんヒットをしてそれが楽しい時もあるんですけれども、えーとまあ、よくわからないっていう感じになりがちな時もありますので、えーまあ、よりよく見つけやすくなるように、えー 何て言ったらいいんでしょうデ。デザインっていうんですかね、インターフェースとかの改良を、えー、NDL さんっていうか JAPANSearch の方で、なんかその常に検討していっていただけると、あこういう見せ方をすると,、えー、と、結構利用者迷わないんだみたいなお手本にもなるかもと思っているので、なんかその辺の、えー、と進化していく感じを期待してるかなという意見は出ました。 ありがとうございますあの、はい、すみません。あの、そうですね。まず、あ、すみません。まず、えっと、あの、今、えっと、チャットで、えっと、けあのー、 一応、このセッション全部、3付けと私が強く主張して3でお願いしすあの武田秀明さんの方から、ジャパンサーチからウィキデータの情報提供は大変興味があります。その具体的な内容が分かる資料はあるでしょうかということなので、すみません、こちらは何かもしあれば、NDL の方、チャットでお答えをいただいている、先ほどと同じ分、これ、まさに今の議論の文脈だったと思うので、チャットの方で少し多分あるお答えいただく方が文字としても残るのでいい かなと思うのでぜひご検討お願いいたします。はい。はい、今あのチャットの方で準備しております。はい。ありがとうございます。はい。で、えー、っとそうですね。でまああとやはりあの海外のデジタルアーカイブとの連携窓口という点においては、まあまさにえっとおあのおな何て言いますかこう。 ウェブサイト上の機能としては、かなり実現してきてるのかなというふうに思ってますけども、さらにそれよりはもう少しこう踏み込んだ感じで何か連携,連携をしてほしいというような話ですかね、今のお話っていうのは、うん。そうですかね。そうですね。なんかそのあたりと、あともう一つ、あの実は、あのはいあの、スライドに上がってな,ないけどといったところの問題点、問題点というか、あのあのあのいわばその、えっと、大量に出て,出てくるデータをどう、 見せる時に見せる段階でどうキュレーションしていくかっていう問題は確かにあって、えー、とすみません、あのこれはでもかなり難しい問題でもあってあの、あのー、我々も人間文化研究機構もニフブリッジという統合検索システムを出してるんですけど、あ,のーえっと、あれもかなりあのそこはすごく苦労するんです。なぜかというと、あのー、やっぱりどうしても機関の、あのー、そ組織の性質上、なるべく、えー、とフラットに あのデータを出していきたいという、あ,のある一定のルールがあるあを持って出していきたいという希望がどうしても希望というか、まああの、それはやっぱり公的機関との役割として、何か特定のルールがない限り、なんかすごく目だ変に目立つものを作れないみたいなのがあったりするんですよね。だからその辺りでそのののありは結構ななでううい公うう公的機関としての公平性を えー、実現しつつ、かつ見やすいデータのユーザーインターフェースを作るという、まあ、すごい廃反したような課題をあのジャパンサーチの方で確かに考えてほしいというのは、あのはい、私もつあのむしろそれがあれば、あの多分それぞれのそういうふうなポータルサイトを作っているようなところで実現できるようなところになるので、確かにそれは強くあの期待 <laughs> したいところかなというふうに思っております。はい あのおすみません、今のこのあたりについて、えー、NDN の皆さんから何かお答えありますでしょうか、はいあの、これはもう多分本当に期待というぐらいになるかなと思うんですけども、なんか何かあればお願いいたします。はい ありがとうございます。あのジャパンサーチにあの期待をお寄せいただいているのを本当にありがとうございます。えーまあ、ジャパンサーチの運営自体は、あのえー、検討委員会というのは今あ今、別途あ,でありまして、まあ、そちらの方であの国立公開図書館も、まあ、参加する形で、あのまあ、より大きな、えー、その会であの検討しておりますので、まあ、そういったところでちょっと今日のお話も参考にして、まあ、今後あのどういったことができそうかということはあの検討してまいりたいと思っております。 ございます、はい、あそうですね、はい、あの私も <laughs> メンバーなので <laughs>、ぜひあの、はい、あの今回の件はいろいろ主張していきたいと思います。で、全体の論点からしていきますと、あと、あのもう一つですね、えっと、 おきたいのがその、まあ、学術資源として見た場合、まあ、あのオープンサイスサミットですので、えーっとまあ、学術資源として見た場合というところで言うと、やはりあの安定性ということと、もう1つ、その先ほどの,、えっとまあ、あの資料の文脈みたいなところっていうのは結構重要かなと思っておりますが、最後に,最後にちょっと一瞬だけその話に触れようと思ってたんですけども、その前に、えっと 田辺さんの方から、えっと、チャットでご質問ありましたので、まずちょっとこっちからいきましょうかね、世界と連携といえば、えっと、DOI アークでメタデータを流すというのは検討されていますでしょうかということですけれども。 こちらですが、あのえー、と連携元の,あのデータベースの方で DOI とかアクで、あのえー、うう識別紙が付与されているものについては、まあ、そのままあのジャパンサーチの方で取り込んであの提供するというような形になっています。でえー、ジャパンサーチが、ね、あの特に振るというのこ,とことは今はしておりません。 ありがとうございますそうですね、多分えっとジャパンサーチがで振ると、先ほどのよう、ねまあ、ある意味に、まあ、二重に振ってもいいわけなんで二重になるとか、あと、ちょっと件数が膨大にすぎるというところもありそうなじわるかなと思うので、ちょっとど,どうするのかなというあたりは課題はあるかなと思いました。でえっとあのー であの先ほどの,あの少し話を戻しますとあの、特にアーカイブズという文脈で見ていったときにあの、アイテムレベルでの,あの資料といいますデータといいますか、そういうところのいわば、えっと、おデータの、まあ、メタデータのメタデータみたいなところになってくると思うんですよね。を、えーまあ、今後どうう、まあ、どういうふうにあのつけていくかみたいなところの。 はやはりあの学術資源として使うとか、特にやはり、まあ、資料のよりバ,バックの情報みたいなのが、多分学術資源として使うんであれば必要になるかと思うんですけども、えっと、そのあたりの,、まああの,まあ、あのアーカイバルリテラシーという表現で、まあ、斉藤さんお話しされましたけど、がえっと、そのあたりちょっともう少しだけ、あのもしアーカイバルリテラシーというところとそのアイテムレベルの話ってちょっともしつながるようであれば、何かちょっと斉藤さんの方から少し。 もう少し何かあるといいかなと思いましたけども。はい。はい、ありがとうございます。あの、そうですね、手短い方になると思うんですけど、そのアイテムレベルの話を言えばと、アーカイブラリテラシーと絡めるって話すとすれば、えっと、まあ、これ学生に限らずなんですけども、利用者が、なんか自分が見てる資料が、そのアーカイブズ全体のどこなのかっていうのが、 ちゃんとイメージできるようにするっていうことが大事かなと思いますね。で、あの、まあ、いわゆるデジタルアーカイブはアイテムレベルをこう並べて、なるべく画像付きで紹介するものなので、えっと、まあそういうものを見てると。で、これには全体像を示す目録がどこかにあるはずっていうことを想定しつつ、えっと、その前後関係はどういうふうに並んでるのかなとか、なんかそういう、こう、私が最後の方で見せた あの階層構造になっているあの図みたいなものがこう頭でイメージできしながら使えるようになるっていうことが大事だなと思ってましてでそれって多分なんかちょっとやっぱり集中して大学とかでこう情報リテラシーの一部としてなんかこう練習してみないとなかなかできないと思うんですよねだからそういうこととこういうまあジャパンサーチみたいなものの今後の発展可能性みたいなものっていうのは 結構密接にこう関与しながら発展していくものだと思うので、まあ、その辺が重要かなと思いますね。そうですね、多分そのあたりの、あ,のまあ多分先ほどのユーザーインターフェースの話にも結構つながっていくんじゃないかと思っていて、あのメタデータのさらにあのど,どの位置にありますかみたいなのを見せるみたいなのは、あのあの結構まあアーカイブズのデータベースというのは結構そういうのをや,やろうとして、まああの 階層構造を示すみたいなのを結構頑張るんですけど、実あでもあれも正直見えやすいかどうかというとなかなか大変だったりするので、まあ、そういうところもですね、結構いろいろ見たいと思っております。えー、っとで、あ、そうか、すいません。ちょっとあの私、Q、Q&A の方をちょっとスクロールに失敗してたんですね。見落としておりました。はい。えー、はいあ。すいません。えっとで、えっと、今、えっと、えっと、あと数分なので、えっと、すいません。あの、うん あたえっと、そうですね、竹田さんの方からあのちょっともう一つ質問が来ておりました、えっと、大学のアーカイブと、えっと、ジャパンサーチで同一の,あのアイテムにおいてもメタデータは違うのかというかあの違う、違うとするとどんな点で違っていたんでしょうかって、ちょっとまずこれは斉藤さんのですね、もし一言でちょっと答えできれば。はい、あすみません。その質問を 確認できてないんですが、もう一回,もう一回読み上げてもらえますか。ゆっくりよあいすみませんあの、読みますと。大学のアーカイブ、あの学内のアーカイブと、えっと、ジャパンサーチで、同一のアイテムにおいてもメタデータが違うのかというあ。なるほど。基本的には、えっと、混乱すると思うので、一緒にし,しようという方針です。ただ、何、えっと、ていうかその、えー、ジャパンサーチにアクセスする。 メリットみたいなものもユーザーに感じてほしかったので、えー、と資料の解説、一言解説みたいなものを研究メモ100件分に日 A に関してあの担当の先生がお願いしたらやってくれるということになったので、あのずうずしくお願いして、それはジャパンサーチにしかない情報で、ちょっと特典としてあえてつけました。ただ、それが良かったのかなっていうのはちょっと微妙だなとは思ってますありがとうございます。 えとそれから、えーとはい、すみません、Q&A のところで、えー、とあとは、えーと、自分系の江上さんから、これはまあコメントですかね、のような感じで、あの統制されたメタデータより流通しているメタデータの方が発見可能性という意味で、現在では有利なのかなという印象を持ちましたというコメントですけれども、えーと、こちらは何か。あの とあの統制されたメタデータより流通しているメタデータの方が、ファインダビリティという点では現在は有利なのかなという印象を持ちましたということですけど、このなんかお二人はこれ、何かコメント等あれば、いかがでしょうす。すいません。最後にちょっとあの気がつかなかったので、今、慌てて全部こなしてる感じになっちゃって申し訳ないです。た、はいうんまあ、多分これはあの現状ではコメントということかなというところですけども、はい、であとすいません。ちょっと時間もないので、えっと、 随時答えたいと思いますけども、えっと、であとすいません、中理品、神谷さんからですね、えっとまああの、海外の授業とかでジャパンサーチの研究プロジェクトを使ってみたいと思いましたということと、あのジャパンサーチのプロジェクトで、ジャパンサーチの外にある画像とか取り込めるのでしょうかという質問がありましたけどせっかくなので、えっと、神谷さん、もしよろしければ、あの声出しいただいてコメントとあの質問あの、せっかくなので。 まさにその海外との連携というの中村さんの話ともつながると思いますので、ぜひ一言コメントと合わせてご質問いただければ嬉しいです。はい。<laughs> あ,はい、ありがとうございます。すいません。えっ、ー、と、いや、えー、質問に書いたとおりなんですけど、ジャパンサーチのファンクション、あの今まであまり使ってなくて <laughs>、まあ、申請いるので使ってなかったんですけど、いや、いいなと思って、で、海、うん、外で例えばなんか学生とかと一緒に、なんかその授業の文脈で、 まあ、いろんなものを取り上げて、日本の資料を使えるのは便利かなと思ったんですけど、でも、例えばその海外でもまあいろんなその日本資料があるわけですよね。で、それを取り込んで、でまあ、日本でつデジタル化されて使える資料と海外でデジタル化されて使える資料を両方使って、まあ、いろんなことができたらもっといいのかなとも思ったので、この質問しました。うん、ああとうございます、はい、あのせ,あとせっかくなので、はいあの まあ、あのもし何かそういうあの海外での,あのメリットみたいなのって、これまで神谷さんのところで感じられたことがあれば、何か一言追加でいただけると嬉しいですか、はい、海外のメリット、えー、っと、そもそもなんかあの日本に来なくても資料が見えるっていうのはもう大変大事なところで、うん、であとは本当にジャパンサーチ検索がとっても簡単で、あと、まあ、特になんか こう暇なときに <laughs>、あの、なんだろう、えっと、例えば、その、もともと資料としてまとめられた、その何、何えっ、ー、と、あれを、あれを見れるじゃないですかっていうのも面白くてですね、ギャラリーとか。で、それで、まあ、いろいろ助かってますっていうのが、まあ、もともとその大前提の大事なところだと思ってて、で、あとは本当にその、えっと、ジャパンサーチを 使って、えーと、例えばその、なんだろう、えっ、ー、と、利用条件とかもすぐに見つかって、で、利用条件に関して例えば学生にこう,こういう利用条件とか、ライセンスの話をするとか、そういうことにもつなげられるので、まあ、便利です。 はい、ありがとうございます。あのすみませんあの、いきなり振って無理やり言わせた感じで、よろしくですけど、すみません、ありがとうございます。今、えっとかあの、神谷さんの方からご質問いただいた件については、今、チャットのであで、あのヨーロピアナとかで,ですね、あの作成あの協力を得て作成したジャパンサーチ上のギャラリーというのがあるということなので、えっと、こちらの方もあも合わせてあのチャットの方でご確認いただければいいかなというふうに思います。 でもちょっとすみません、もう司会のなかなか不手際で、もうあっという間に時間が来てしまっているんですけれども、当初はもう少し研究側の利用者の話とかもできればと思ってたんですけれども、ちょっと意外とあっという間に時間が過ぎてしまいました。そうですねただ、せっかくなので、最後にですねちょっと時間過ぎてますけども、それぞれ今、今回お話しいただいたお二人と、それからそうですね、あの 多分、えっと、NDN はこのあとわれわあのディスカッション終わったっても、少しコメントいただけるかなと思いますので、ちょっと時間もありませんので、斎、えっと、藤さん、中村さん、まずあこれで、ね、一言ずつですねあ何かコメントいただければと思います。では、斎藤さんの方からお願いいたします。はいえー、本日はありがとうございました。あのお話途中でありましたけれどもあの、中村さんがおっしゃっていたその海外への発信の窓口になるっていうところに期待ていうのは、われわれも同じように考えてまして。 えっと、まあ、日英でせっかく情報提供してるんで <laughs>、あの、えっと、技術的には、あの、連携可能っていうことを超えて、例えばどっか大きいところと協定を結ぶとか、そういうところであのもっと積極的に情報の発信ができるきっかけになればいいかなと思ってるっていうのが一つと、もう一個は、あの、最後にお話ししたやっぱりアーカイバルリテラシーの方が極めて重要で、果たして今のデジタルアーカイブが資料を利用してるって言えるのかなっていうのが、 個人的にはすごく疑問で、特に学術利用であれば、やっぱり論文に使うっていうことが利用だと思うので、現状で言うと、まあ、閲覧、<laughs> 見てるっていう状態なので、えっと、果たしてあれを使ってるっていうのかっていう。で、その使うためにはやっぱり一次資料とかアーカイブズ、その図書だけ、図書とか論文とは違う資料をどう論文とか研究で使うのかっていう、そういう利用の仕方みたいなものも大学としては何か あの考える場が必要なんじゃないかなと思っているところなので、そういうことを今回は考えるきっかけになりましたので、あの非常に感謝しておりますあの。引き続き議論できればと思っております。はい、ありがとうございますあの。最後の話はすごく重要で、むしろここからもう30分欲しいぐらいですけど、ありがとそらく最初の中,あの中村さんのあの多分利用状況のフィードバックにかなり近いような文脈にもなるのかなと思いましたので、非常に重要かと思います。ありがとうございいいいままますすすでははせんん中村さんお願たします、はい えー、今回、えー、といろいろこの資料を作るにあたって考えてですねあの打ち合わせの時もちょっと話をさせてもらったんですけどやっぱりデジタルアーカイブってすごく手間暇かかる割には地味で地道なものだと思っていてそんなに爆発的なアクセスがあるものではないと思うんですけれどもでもやっぱり使いたいと思った時とか使いたいと思っている人にしっかり 届くのが大事なんじゃないかなと思っていますので、えー、こうやってジャパンサーチと連携をしたり、ジャパンサーチだけではなくいろんなところと連携したりっていうのが大事なのかなと思ってます。あと私たち担当者の方も、まあ、特に図書館の方は。 そうだと思うんですけど、なんていうんでしょう、ジャパンサーチがやってくれるからみたいな感じで期待をせずにですね、えー、とジャパンサーチにこれはお願いするけど、じゃあこっちはここで頑張ろうとか、あのそれぞれがなんかこう、えーと、一緒に頑張るっていうような、で、えー、と褒め合うみたいな文化がもう少し、えー、できていけばいいなと思っています。はい、以上です。はい、ありがとうございますあの。褒め合う文化、めちゃめちゃ大事だと思います。<laughs> 最後のの特にに本当にあのいやですねあ,のあ やっぱりあの,あのこう。 やっててお互いにエンカレンジし合ってきちっと、あのそれで、まあまあ、やってて楽しいというとあれですまあ楽しいというのはやっぱり大事だと思いますし、まあ、あのその中であの次のアイディアみたいなのが出てくると思いますので、そのあたりはぜひ、あの、まあ、思います、ねはいありがとうございます、ね。すいません、もうちょっと時間ですので、あの私もだからこれで終わりにしたいと思います。あただ、むしろあのジャパンサーチの、まあ、学術資源ということでしたけども、ジャパンサーチがどういうサービスを展開していくのかというような、あの次の在り方みたいなところの議論にもなったので、 ではないかなというふうに思っておりますし、まあ、むしろそのためにもこういう学術資源とか、あの多様なデータが、まあ、このデジタルアンカーポポタルの中に入っていって、それ,をまあ、それを利活用するみたいなところの議論の中で、まあ、こういうことも生まれてくるのかなというふうなところをちょっと全体としては今回、感想として持ちました。ごめんなさい、ちょっとだいぶ時間を超過してしまいましたけれども、あのディスカッションの方これで終わりにしたいと思います。それでは、えー、と村,あの村上さんの方にマイクをお返しいたします。どうもありがとうございました。失礼いたしました。はい。 えー、登壇者のお三方、ありがとうございました、えー。ディスカッションでのご議論、大変興味深く拝聴させていただきました。えーまあ、本当にお褒めいただいてあの、こちらも恐縮しております、えー。こんなふうに使えるのだというようなこと、えー、こちらも新たな発見がありました。 えー、出せるものだけ、まあ、出したいものだけという形であったとしても、ジャパンサーチに置かれることで、まあ、来歴が異なるさまざまなデータとつながりうる、まあ、それで、まあ、新たなコンテクストがまあ見出されて、まあ、新たな研究につながる可能性もある、まあ、そういったことが、えー、分かって、あの本当に、えー、私どもとしてもあの勉強になりました。 一方で、えー、知識の生産、再生産、まあ、学術を生み出すというようなところに関しては、まだジャパンサーチ、これから頑張っていかないといけないところ、えー、まだまだあるということも分かりました、えー。今後に向けての知見をいただけたこと、また改めて、えー、各機関におかれまして、ジャパンサーチと連携し、活用していただいていることに御礼申し上げます。本日、オーディエンスとして参加された皆様にも、ジャパンサーチの活用事例を詳しく知っていただけたのではないかと思います。 もっと詳しく知りたいという方、ジャパンサーチのウェブサイトのお問い合わせからお気軽にお尋ねください。それでは、えー、お時間少し超過してしまいましたが、これにてセッションの方を閉会とさせていただきます。登壇者の皆様はもちろんのこと本日セッションにご参加いただいたすべての方に改めて御礼申し上げます。誠にありがとうございました。それでは、皆様、適宜ご退室ください。ありがとうございました。